令和、初めのコーヒーです。令和フレンド。時代のブレンド面白いな。昭和ブレンド。寝巻きする。寝巻き。令和初の、僕がインスタで投稿しているゴルフでも使える私服コーデの撮影をしていきます。はい、じゃあ、あとこれをインスタにアップします。はい、今ねようやく頼んでた広角レンズと、なんだこのオズモポケットをつけるセルフィーがねようやく届きました。棒だけだったら終わりなんだけど。取り、あー、あったあった。広角レンズ。すごいちゃんとケースに入ってきてる。あ、あ、yeah. じゃあつけてみます。どう？広がった？あんま変わんない系。あ、全然違う。全然。あ、全然違う。うん。これ外すと。あ、違う。めっちゃいい。これで棒につけてみよう。ずれてずれて長くしまった。
だいぶ。あ、めっちゃ全然顔で画面いっぱいになんないな。めっちゃ顔で広角最強。顔でいっぱいとか。これでいっぱいで。はい、今は仙台に来てます。で、最近かな、はい、オープンした、はい、なんだ、タピオカ専門店に、はい、これから行っていきたいと思います。はい、はい、今日やってるかな、まあ、わかんないけど、ちょっと行ってみよう。はい、これから行くそのタピオカ屋さんなんですけど、この間4月の27にオープンしたばっかりで、四千茶っていう名前だよね。そう。で、はい、タピオカ飲むのもね、久々なんでめっちゃ楽しみですね。けどめっちゃ混んでて、まあ、今ゴールデンウィークっていうのもあって、はい、なんでまた30分後にちょっと行ってどうなってるか、はい、はい、行きます。はい、レイヤーです。めっちゃ綺麗。そう、こういうのを撮りたい。こういう感じで。とりあえず今からまた4センチを迎えたいと思います。はい、はいはい、今通ったんですけどまだめっちゃ混んでました。なんであと30分ぐらいまた待ちたいと思います。はい、